はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、美濃健治です。さあ、本日の動画は、始まりの奇跡の新しいね、システム、新無限回廊の情報が公開されましたのでね、そちらの方をちょっと紹介していきたいなと思います。それでは早速、見ていきましょう。システム面っていうのは、これ一番下の方ですね。新無限回廊。クロスストーリーと双璧をなす大ボリュームの攻略型コンテンツとなってます。で、概要としては、メインストーリーを進めていくことで、謎に満ちた異空間、無限回廊へアクセスすることができるようになります。無限回廊は、メインストーリーの攻略中でも自由に行き来が可能。無限回廊は複数の階層に分かれた広大なダンジョンで構成されており、その構造はランダム生成されます。この無限回廊を攻略していくことで、様々な要素を解放、もしくは強化することが可能になります。また、無限回廊では各ルートのパーティーエリアが集合している状態になっているため、この空間でのみルートに依存しない自由なパーティー編成で攻略に挑むことができます。クロスストーリーでは直接関わることのないキャラクター同士の貴重な会話が発生する場合も、ということですね。素晴らしい。特にこれですね。ルートに依存しない自由なパーティー編成。これがいいですね。ストーリー上だと絡むことのないキャラクター同士がパーティーを組めると。これは素晴らしいですね。で、さらに、ストーリーにも影響する。まあ、強化したりとか。そういうことができるみたいですね。素晴らしいね。で、このスクリーンショットを見てみると、リーン、ロイド。レクターか。レクターも絡んでくるんだね。ということは、レクターも、新無限回廊では使えるってことなのかな？それか、まあ、ストーリーでも絡んでくるのかちょっとわかんないけれども、いいですね。レクターか。レクターって仲間になったことないよな。これはなかなかに楽しみですね。なるほど、なるほど。で、リーシャにエリーもいますね。いいね、いいね。綺麗どころが揃ってるよ。で、そして、新無限回廊攻略で戦闘をより有利に、ゲーム攻略によって入手できる特殊なアイテム、ゲームのかけらを使うことで、パーティー編成時のサポートキャラ枠、ブレイブポイント、アサルトゲージなど各種システムを拡張させることができます。またこの活気機能拡張はメインストーリーにも反映されるため、無限回廊での攻略、機能拡張を行うことで、メインストーリーでのバトルがより有利になりますと。これ大きいですね。ちょっと見てみましょうか。はいはいはい。輝きの台座の解禁、ブレイブポイントの最大値拡張、アサルトゲージの最大値拡張、無限回廊のサポート枠拡張。これは単純に無限回廊でのみのっていうことですね。実際のストーリーに関係あるのはこの辺ですよね。ブレイブポイント、アサルトゲージ、遊戯ポムットを解禁。ほうほうほう。始まりの炎帝の特殊戦闘強化。ほうほうほう。スクランブルレイド、包帯枠追加。へぇー。無限回路。もう新無限回路を進めていくと、このゲームのかけらっていうのが入手できて、いろいろと解放ができると。いいですね。で、そして、エピソードミニゲームを解放。無限回路に登場する一部の強敵を撃破することで、封印石と呼ばれるアイテムを入手することがあります。この封印石を開封することで、各キャラのエピソードやミニゲームが開封され、本編とは別のコンテンツとしてお楽しみいただくことができるようになりますと。なるほどね。で、今公開されている情報エピソードは4つ。二人のジャスティス、闘争のしるべ、魔女たちの追憶。私が選んだ道。いいですね。ついにこの二人が絡むことになるとは。ダドリーさんとマキアス。まあちょっとね、キャラ被ってるよね。メガネで真面目キャラって感じで。なるほど、なるほど。
で、ここはクロスベルだね。なるほどね。業務の合間、いつも同じカフェで同じコーヒーを注文していた二人がとあるトラブルをきっかけに共同捜査に乗り出すことになるがと。ほう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 。楽しみだね。でもこの中だと一番楽しみなのはこれかな、やっぱ。デニス王立学院のかつての生徒会メンバー。ヘクター、ルーシー、クローゼ、この三人が絡むとはね、また、この三人の絡みが見られるっていうのは嬉しいね。そして、魔女たちの追憶。エリンの里へと戻っていたエマは、ある日ローゼリエが隠し持っていた母イソラの手記を発見する。母の死と何らかの関わりがあることを察したエマとセリーヌは、里を訪れていたプロチルダの協力を得て、未知の霊窟へと向かうのだが。エマのお母さんの手記か。なるほど、なるほど。それがどういう風にストーリーに関連してくるかっていうのも、ちょっと気になるね。そして、なるほど。この4人か。クロウ、ジョルジュ、トワ、そしてアンゼリカか。この4人のエピソードね。なるほど、なるほど。メインとしては、トワか。なるほどね。てか、この、チャイナドレスだよな。気になるね。そして、さらに、新無限回廊限定でパーティーに加入するキャラクターも。なるほど。無限回廊では、エピソードやミニゲームを開封する封印石だけでなく、レアアイテムが入手可能な封印石が手に入る場合もあります。さらに、無限回廊限定で使用可能なプレイアブルキャラクターが追加される特殊な封印石が手に入ることも。なるほどね。まあ、これを見ると、ビータクロチルダが、そのキャラってことの一人なのかな。で、これを見ると、プロウ、ナーディア、アリオスさんか。でも基本的に、プロウ、ナーディア、アリオスさんの3人はストーリー上で普通に使えそうだよね。で、この敵は何だろうな。よくわからないな。いや、でも、楽しみだね。ビータだけじゃないだろうね、多分ね。これだけだとちょっとあれだよね。誰が加わるのか。そうだなぁ。誰だろう。まあ、完全な敵側のキャラが加わるっていうことは、まあ、多分考えにくいよね。まあ、それだったらちょっと面白いけどね。そうだなぁ。レクターが加わりそうだから、クレアさんとかもね、もしかしたら加わるかもね。まあ、クレアさんだったら、ストーリー上でね、加わってほしいけどね。あとは誰だろうな、加わるとしたら。まあ、新無限回廊限定だから、カシウスさんとか。まさかのね。まあ、あとはそうだなぁ。トバルとか。まあ、遊撃士関連のキャラも、加わるかもしれないですね。新無限回廊限定で。というかまだね、エステルとかヨシュアとかの情報が出てきてないんですよね。全く絡んでこないってことはないと思うんだけど。その辺もね、早く知りたいよね。いや、でも楽しみですね。この新無限回廊。単純なやり込みっていうことだけじゃなくて、ストーリーの方にも影響が出てくるっていうことでね。まあ、ブレイブポイント、アタルトゲージの強化とか。まあ、そして、多分この封印石のエピソードをクリアしても、おそらくストーリーの方に関連というか、まあ、エピソードとして関連してくるっていうのはわかんないけれども、報酬が、得られた報酬に関しては、ストーリーにもね、ちゃんと反映されるんじゃないかな。実際このストーリーをクリアすることで何が、もらえるとかっていうのはまだ全然わかんないけどね。まあ単純にこのゲームのかけらがもらえて、さらに何か装備とか、アクセサリー系のものがもらえたりっていうことがあるのかなーっていう気はしてるけどね。単純にエピソードをクリアするってだけじゃないでしょう。何かしらのご褒美特典がないとね。ふむふむ。でも楽しみですね。
徐々に情報が解禁されて、いや、ほんと楽しみですね。まあ、あと、解禁される情報としては、まあ、エステル・ヨシュアとかの、まあ、リベール組って言ったらいいのかな、の情報もありますしね。まあ、あとはそうだね、結社側の情報もまだね、あまり公開されてないので、この辺の情報も気になるところですよね。あとはそうだなぁ。あとそうですね、あれだな。店舗特典のやつ、ファルコムショップの特典が何なのかちょっとわかんないから早めに知りたいよね。とりあえずね、アマゾンではね、予約しましたけれどもね。さすがにこの DLC の衣装は外せないでしょう。まあ、もしかしたら、特典目当てで他のショップの特典が欲しくて予約するっていうことはね、あるかもしれませんね。いや、楽しみですね。いろいろとこの特典も豪華なんでね。この辺も気になるけどね。まあ一番気になるのキャラアニだけどね。でも高いんだよね。17,000円ぐらいするんでね、このマイスターボックス。ラピスの武器、レプリカ&ミストグラフ。これが一番気になってはいるけど。まあいいや。とりあえずね、今回の動画は小針にしたいと思います。新無限回廊の情報に関しては、まあこんな感じかなっていう感じですね。はい、それではね、今回の動画は小針にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。あとブログもやってるのでね、そちらの方もよろしくお願いいたします。それじゃ、バイバイ。